はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福岡副院長の松尾直樹です。今日もですね、腰痛を治すための品体ではお届けできればと思います。はい、今日なんですけども、今日は座骨神経痛をあなたが知ってるあの方法に一手間加えて改善させる方法をお伝えできればと思います。で、これを見せてくださってるあなたっていうのは、座骨神経痛に対して注射を打ったりとか、あるいは薬を飲んでも変わらなくて困ってると思うんですよね。で、そもそもその処方ってちゃんと座骨神経痛を改善させるための方法なのかっていうのを一回疑うべきです。例えばあなたの座骨神経痛がふくらはぎから来てるのであれば、ふくらはぎをね、ちゃんとマッサージしてあげたりとかしないと改善しないんですけど、じゃあ注射を打ったり薬を飲むことでそのふくらはぎって柔らかくなるんですかね？ならないですよね。まあ、一時的には脳みそを麻痺させて楽になるかもしれないんですけども、やがて薬も注射も耐性ができてきて効かなくなってくるってことが絶対起きてきます。何事も結果には原因っていうのがありますので、原因を一個ずつ潰していかないと根本改善にはなりませんので、ぜひですね、今からお伝えする方法で座骨神経痛を改善していただければと思います。ではどうやって座骨神経痛を改善していくのかっていうと、あなたの症状が出てる側の逆のお尻のストレッチをしてください。は、痛くない側のストレッチをしても意味ないじゃん、 こいつ演劇をしすぎてバカになったんじゃないのって思われる方もいらっしゃると思うんですけども、症状が出てる側と逆のストレッチをしたおかげで座骨神経痛を改善する例っていうのはたくさんあります。で、なぜそういうことが起きるのかっていうのを今から説明します。ではなんで座骨神経痛が出てる側と逆の方のストレッチをしてくださいって言ってるのかっていうと、仮にね、あなたがじゃあ左側が痛いとします。そういう方のですね、この尾骨とか仙骨の位置を見ると、左側が痛いのに右にね、こうずれてる人っていうのが結構いらっしゃいます。で、これ何が起きてるかっていうと、右のお尻が縮こまってしまった結果、ここがこっちに持ってかれてしまいます。そうするとね、この仙骨とかに付着してるこのお尻ってどうなるかっていうと、ピーンって伸ばされるの分かりますか？こっちが縮みます、こっちに持っていかれます、これに付着してるこっちの筋肉はピーンって張るじゃないですか。それによって座骨神経痛が出てる人がいらっしゃいます。なのにそれに対してね、左に出てるからって言って左のマッサージをしてしまうと緩むじゃないですか。でもこっちに引っ張るお尻の状態は何も変わってないので、ますますこういう風に持ってかれます。そうするとさらにここのお尻の筋肉が硬くなってくるんですよね。はい、なので症状が出てる側のストレッチとかマッサージをしても一向に変わらない人は、実は右側の筋肉のせいで左側に症状が出てるっていう人がよくいらっしゃいます。なのでこういう時にやらないといけないことは何なのかっていうと、症状が出てる側と逆のお尻の筋肉をマッサージしたりストレッチをかける、そして症状が出てる側のお尻を鍛えてあげることが大事になってきます。そうするとこう持っていかれてる分がこっちに持っていかれて改善してくるっていうケースが意外に本当多かったりとかしますので、ぜひ騙されたと思って今からお伝えするストレッチ、そして筋力トレーニングをやっていただければと思います。では早速ストレッチをやっていこうと思うんですけども、あなたが知ってるあの方法でやっていきます。で、まず右に症状が出てる人は左側、左に症状が出てる人は右側をやってください。今回は、まあ、見やすいように左に症状が出てると仮定します。で、この場合はですね、右足をこういうふうに左足の膝の上の部分に置いていただいて、ちょっと曲げてもらいます。で、曲げていただいたら両手ですね、両手で太ももの裏を持っていただいて、ここから自分の方にぐーっとぐーっと寄せてあげてください。そうするとこのお尻が伸びてる感じがすると思います。この状態で30秒深呼吸をやっていきます。ではやっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、 OK です。そしたら下ろしてください。で、次なんですけども、症状が出てる側の筋力トレーニングをしていきます。まず両方このように曲げていただいて、ここからお尻をこういうふうに上げてください。
でお尻を上げていただいたら症状が出てない側の足をこういうふうに伸ばしてください。でこれ高すぎたりとか低すぎたりすると意味がないですので、まあ、いいぐらいのところの高さにしてあげてください。でこの状態で今左のまずお尻に力が入っているのはなんとなく分かりますでしょうか。この運動を10回やっていきます。では実際にやっていこうと思います。症状が出てる側の膝を曲げて、症状が出てない側の足を伸ばしてください。そしたらお尻上げをしますよ。はい、1、ここで3秒止めましょう。はい、下ろす。2 1 2 3、はい、下ろす。3 1 2 3、はい、下ろす。4 1 2 3、下ろす。5 1 2 3、下ろす。6 1 2 3、下ろす。7 1 2 3、下ろす。8 1 2 3、下ろす。9 1 2 3、下ろす。10 1 2 3、下ろす。では起き上がっていただいて、ちょっと歩いてみたりとか、あなたが日頃出てる座骨神経痛の動きをちょっとやってみてください。それで、あら、なんかいつもより楽ってことであれば、あなたのその座骨神経痛っていうのは逆のお尻が引っ張ってしまって症状を 出してしまっている可能性が高いのですので、ぜひ逆側のストレッチと今症状が出てる側のお尻のトレーニングっていうのをやってみてください。はい、そしたら今日はこれで終わるんですけども、まあ、今日の内容ですね、良かったなとか、効果があったなって方はいいねボタンだったりとかコメントの方もよろしくお願いします。そしたら今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。はい、お疲れ様でした。今日はですね、患者様からこちらリンゴどら焼きっていうのをいただいたんですけども、僕ですね、どら焼きがめちゃくちゃ好きで、まあ、よくね、ドラえもんみたいな手だねって言われるんですけど、確かにって今思ったでしょう、ほらっていう感じなんですけども、まあ今日はいただいたので美味しく召し上がりたいなと思います。はい、そしたら今日はこれで終わりたいと思います。また見てください。ありがとうございました。